もしレオザが日本代表監督になったとした森保さんよりいい成績の個性実施あるあるに決まってるじゃんいやどのチームのどの監督より俺がなった方がいいって思ってるよじゃなきゃこの活動しないでしょ <laughs> 僕が行くチームは僕以外の人だと僕以上の成績にはならないっていうそう思えないやつは監督やるべきじゃないんだよ謙虚は保険だからだって実際にすごいじゃん <laughs> 言わせんな 森理に治られたけどバルサのコーチがペップに絶対言い返すなって、えー、釘刺したのに反応しちゃったっていうドキュメンタリーを味て。か今日さ、あの、ペップがさ、グリーリッシュに終わった後あれ、影響してたの、あれパフォーマンスだよみたいな。テレビのためにやってあげてんだよみたいな。っていうフォローうまいなと思って。ああいうふうに言うことによって本当にねああ、パフォーマンスかって思えるし、ペップ絶対言っちゃってるだけだから。で、あと、やらせって言葉あるじゃん。こう、悪者になってくださいとか、喧嘩してください。プチカシマさんっていう、僕、尊敬するコラムニストというかさ、 芸人さんでいろんな仕事やってる人いるんだけど政治系のね話するその人が言ってたやらせだけじゃなくてやりっていうのがあるんだよどういうことかっていうと自分がカメラの前とかでこう乗ってきてそういう風になる現象、うん、普通にしてたら普通なんだけど僕もあるじゃないですかあのカメラの前だからこう引くわけにはいかないみたいなさ日本代表の人とか徹底討論とかでさ引いたらもうみんなに対して示しつかないしブランディングも良くないしみたいな。 みたいなのとか、いろんなこう人の精神状態っていうのは、カメラ向けられることだったりとか、舞台上だとこう興奮するから、それによってやりに行くみたいな。で、このやりに行けるかどうかっていうのが、花だったりとか、その人の演者力につながってくるんだよね。シュアモノ選手に言うのは、感情のコントロール、この間のドキュメンタリーで言った、落ち着くのはできんだよ。ちょっと一回冷静になるみたいな。上げる方がむずいん。 試合だっつってこう足りんみたいな感じで入ってくる違くて「絶対勝つぞお前ら」「なんでそこ走んねんだ」っていうこれやりじゃんそういう場でそういうふうにじ自己演出で周りを巻き込んでいくみたいなでペップはそこのあのシャイな部分は絶対あるんだけどペップの現役時代のプレートが見るとでもやりに行くことによって選手に火をつけようとしてんだよねあれが大事なんだってだって俺最強じゃんえ、ちだって本当にの俺一番いい監督じゃないって言うじゃんこれ配信終わった後になんであんなこと言ってたんだろうって <laughs> 俺全あの黒田さんすごいしななみたいな <laughs> いや俺だって俺ペップみたいなポジショナブレー仕込んだことないしなみたいな <laughs> <laughs> っていうねでもそれは俺その場になったらできるからっていうみたいなことはみんなやってるそこでをいかに楽しくだったり人に熱を伝えられたりとか だって人って技術見てないからね情熱を見てるからこの間言ったけどあの「レオさんの言ってること分かんないけど配信見ます」ってこれめっちゃ嬉しいことでだってこのこの変な生物このサッカー情熱おじさんっていう生物を見に来てくれたわけでしょ。 で俺も、人の見るときそうなん歴史のチャンネルもプロレスのチャンネルもそうだけど、その人が正しいこと言ってる、間違ってること言ってるって、まあ、ある程度察したり自分の中の知識で分かるときあるけど、それ以上に、そいつの本気が見たい。そいつの成長、進化が見たい。僕は、あの、町田の熱を見てますよ。そう、だからシュワボの選手はね、そのやりようできる人はいないからね。大和太郎みたいに、もう、天年みたいな人か、レンみたいにち、ちょっょレンだけちょっとやってるね。でもみんながもうそういうふうにね、やりに行かなきゃいけないんだよね、本当は。 そういうい人を楽しませて、ね、自分がお金もらう選手になるっていうんだったらねアントニオ猪木とかもうやりの局地だからね空振りするかもっていうそうそうそうで、ね、これはねやりは滑ることなたくさんだようんもうね覚えてないぐらいたくさん滑ってきたからでこれからも滑り続けるしでも受けてる滑ってるよりもバット振ってることが重要っていうかシュート打ってることが重要だって正直さロナウドだって 決めてるシュートの何倍も外してるシュートあるでしょ、メッシも。でも、シュート打ってることがすごいじゃん。サッカーやってる人はわかるけど、シュートまで行くことって大変じゃん。打たしてくれないじゃん。シュート打ちに行ってることが重要なんだよ。で、打ちに行くことによって枠にも入るようになって、決めるようになってってなるから。あとは、えー、ガジャド m j g p w 君今後代表チームの分析官のオファー来たら受ける可能性ありますかそれを使ってシュワボ東京を、 なんかそれを使ってっていうかその肩書きはもらうけど実動はちゃんと手話ボ東京と自分の活動を優先させてくれるなら受けますねだって分析官来てもね僕がやれること限られてますからねそうでそれが実際にさ現象として出なくてもだって僕現場にいないですからっていう話になるからねだら僕がそういうふうに大表の現場とか入るってことはないっすよ普通に考えて昨日でも言いましたけど僕みたいな人呼べる組織だったらこんなことになってないですからねであとはななんかそういういい今みたいな 組織の体質とかそういうのが変わった時にまあ、森田さんみたいな人とかなんかこう熱い気持ち持って本当にサッカーを良くしようとしてる人がその時の僕の状況を見てレオサさん一緒にやりませんかって言ってくれてあやらせていただきますみたいなあると思いますけどねまあ、どうしてもなうちの配信来てないと分析官に夢抱くからなまあ言ったけど僕が分析官のイメージ作ったみたいなところもねちょっとありますからね。分析官って横にいて軍師みたいに思われるけど 実際は僕がやってる分析官の,あの、ね、レオザット分析とかそういう今のやつもそうだけど基本的に僕ですからねただの一応肩書きとしてそれがあるだけで実際は戦術の方とか言葉使って人に納得してもらったりプラン提示したりとかそういうのが得意なリーダー気質の人っていう感じなんで僕は自分が興味あること以外興味ないっていうのが長所であり弱点なのは自分で分かってるんでねって感じですかね ででもあれですよね分析機関のオファーとか J リーグの監督になってくださいというのはシュアボで J リーグの監督になりたいってあるんですけど何ていうのかなこうみんなが僕に求める目標像と僕が目指す場所って結構違くはないけどそれはみんなが言ってくれるのは家庭でしかない,みたいなだから ABEMA の,の解説とかさせていただいてめちゃくちゃ嬉しいんですけどそう勝ち取りましたいって言われるとなんかそれは違和感あるっていうか普通に。 ややるるるべき人間になれたからやっててだけけでそこを目指してるわけじゃない,いう日本代表の解説とかもしやることになってもやらせてもらえるのはすごいありがたいしいい仕事なんだけど実際にそこを目指してくださいって言われるといや今やってるやつより下だと思うなみたいな <laughs> っていうのはありますよね、うん、みたいなのはちょっと、うん、伝えなんか尖ってるように思われても嫌だけど伝えたいですけどねそうそうそう実力と認知は違いますからねカップラーメンが一番美味しい料理ではないから。 素人意見で申し訳ないですが、えー、監督森保さん、今の奈さん、個人レオさんっていうスーパー解決案、ガチでありだと思うんですが、どうでしょうか、やりたいと思われないですもう、なんかあれだよね、もう、ボケが思いつかないからガチで答えますけど、組織ってそういうのでできないんで、<laughs> ちゃんと仲いいとか仕事を一緒にしやすいとかで選ばれるんで、僕のパブリックイメージは、基本的になんか YouTube で、尖ったこと言ってる、えー、素人みたいな感じなんですよ。 で分かってくれてる人は週4週5で現場でだから毎週授業作ってサッカーのオンラインサロン作って本も書いてもう、ね、週7のうち週6はスケジュールバレててそうで残った週1もほとんど生配信してるからバレてるみたいなもんみたいなで全部サッカーの仕事入れてるみたいなこんだけやってるけどでも世間のイメージは部屋で偉そうにサッカー喋る人ってだけなんででそういうイメージで見られたり肩書きで見られるし肩書きの世界じゃん。 日本作家協会って今ずっと説明したみたいに。ってなるとそこにレオザくん入れようなんてなるわけがないっていうそうそう僕が外の仕事でいろんな、うん、J スポーツやエルゴラダねアベマだって呼んでもらって自分が主役,あの主,主役じゃない時、うん、自分が真ん中に立たない時に気使ってる僕って絵は見えないんですよ <laughs> 僕が脇なんでっていうふうにやってる僕みたいなのは、うん、あいつは偉そうなやつってそ,そ,そういうところなんですよねうん。 監督でなんか選手にに偉そうに戦術のこと言ってんだろみたいなあの怪我してる選手とか年末年始こう練習ない期間に選手の体力が落ちないように、ね、スポンサーのトレザーサージさんにお願いして動画で家でできる練習メニュー作ってもらってそれ選手たちに送ってみたいにしてるみたいなこういうのはもう押、ね、しつけがましく聞こえたりとかいい人ぶって聞こえたりしたいしてるするだろうから言わないんだけど言わないとずっと部屋で、ね、騒いでる YouTuber みたいに思われるのも嫌だから今一部分だけ言いましたけど、ね、でもこういうことなんですよ だからまあこういうふうにもう表と裏の姿があって表のイメージというかうんパブリックイメージっていうのでもうまあないっすね。あとは怖いまんじゅうくんスパイシャルありがとう。代表監督が有能な監督にとって魅力的なのか疑問です。選手は代表選手を目指すように監督が代表監督を目指すようになるにはどうすればいいかレオさんの意見ありますか目指してはいるんじゃないですか権威性で。うん。権威性で目指してると思います。ただプレッシャーが大きすぎてやりたくないみたいな。でも結局ね、やった時に超楽しいっす、最高っすってあんま言わないでしょなんかかっこよくないし。 いや大変監督になってねちょっとこういう風に家族が苦しんでとか精神的にって言うとかなんか物語になるからね、うん、僕は監督やってて辛いこともありますけど楽しいことの方が多いですよ、うん、<laughs> 選手の成長とかね普段する会話もそうだしいいゴール決めたとかいい守備したとかねだからあと僕がいつも言いますけど途中で主人公くよくよする時間長い映画大っ嫌いなんでだからシェフ三つ星フードトラック始めましたが大好きなんですよね落ち込む時間サクッとっってそっから軽快な ファンクだったりジャズとともに美味しい料理といい女が出てきて家族のい、ね、熱い物語が見れるんで。ピタカ君スパチャありがとう初見です。日本代表ってセビージャの分析が入ってませんでしたっけちょっと期待したんですけどイラン戦は愕然としました。イランの先生前の守備、個人的に好きです。うん、で、これね、言われた分析家の人もいや、俺は言ってるよっていうね、ことも言えないからね、その組織の中にいたら。いや、俺はこうでこうで、こんだけレポート出してこうでこうでこうしたのにみたいな。 全マイクスパイシャルアイサッカー協会内部での実力競争が認められる人事風土でないこと、組織として普通にまずい権力持った側の人たちが実力競争主義の構造になってしまったら、自分が会社の外に、えー、なることは察してるんだろう。でもそれが怖いから何も変えたくない。外部からの介入、コンサルなんて持ってのほか、ライセンス制度なんてまさにそれ、日本人の悪い面での国民性必質も相まって救いようのない組織の典型例になってる。うん、だから、ウェファーとかそっちの関係で世界的にこう共通しなきゃいけないから変えれないみたいな話は木崎さんから伺ってるですだけど、オンラインにしたりとか、 それこそあの体不自由な人も取れたりとかそういうシステムは作ってるじゃん。で何より土日ちゃんと現場に出てる人が行けない日程で組んでるとかそもそも講習会自体が少ないとかよくわかんないね。あとはもうライセンス問題もそうですけどもっと草の根の,あのグラウンド自体が少ないっていうのはあるんですけどね。僕工後のグラウンド放置してそこを何もしないでドイツに箱物作ろうとしてるみたいなさ。とか J リーグ参入ライセンス厳しすぎるとか。 そんな、ライセンスよりももっと変えなきゃいけない。日本サッカー全体が盛り上がんなきゃいけない形はあるんですけどね。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。